声の大津市議会だより、平成29年8月1日発行、第136号6月通常会議をお届けします。本会議の概要。6月通常会議。6月5日から6月30日、26日間、27人の議員が質問、活発な議論を展開、大津市滋賀町合併建設計画の変更を可決。6月5日から同30日までの26日間、補正予算や条例の制定などを審議しました。質疑・一般質問では27名の議員が登壇。これまで大学図書館との連携など、情報収集機能の強化を図ってきたことにより、議員が独自に収集したデータに基づいた質問や、質問の補足資料を議場スクリーンに投影した分かりやすい質問が多く行われました。市長からは、大津市滋賀町合併建設計画の内容を一部変更する議案が提出され、新たに全市での中学校給食開始に向けた共同調理場整備などに合併特例債を充てる方針を示しました。また、公共施設対策特別委員会では、先進事例を調査するため、インターネットを通じて兵庫県朝来市とテレビ会議を実施しました。提出議案を慎重に審議、全議案を可決・同意。本通常会議では、都市公園遊具の緊急修繕経費などの補正予算をはじめ、教育・保育施設における重大事故の再発防止策を検証するため、市の付属機関として外部委員で構成する委員会を設置する条例の制定、大津市滋賀町合併建設計画の変更など24議案を審議、採決の結果、すべての議案と2件の意見書について可決・同意しました。保育の質の確保に向けた方策を活発に議論。質疑・一般質問では、補正予算に計上された保育事業に関連した質問が多く出ました。本市では、国が定義する保育所等待機児童ゼロを3年連続で達成していますが、一方では希望する保育所等に入所できない子どもも存在。保育所等の整備とともに、保育士不足の解消が喫緊の課題となっています。このため、市は保育の量的拡大に向けた民間保育施設への整備補助などと合わせ、民間保育施設の保育士確保に向けた家賃補助や引っ越し費用の助成などの関連経費を補正予算に計上。議員からは、保育所の増加が招くさらなる保育士不足、保育士不足が招く保育の質の低下に関する質問が出ました。最終日には、本案件について2人の議員が討論。保育の質を保っていくため、企業主導型保育施設の設置、運営に積極的に関わるべき短期的な待機児童解消の施策だけではなく、中長期的な施設整備計画を策定すべきと指摘しました。合併特例債の有効な活用を。厳しい財政事情のもと、合併特例債を有効に活用するため、大津市滋賀町合併建設計画の内容を一部変更し、これまでの事業に加え、全市で中学校給食を開始するための共同調理場の整備や、老朽化した市内2カ所のごみ処理施設の整備に合併特例債を充てる方針が示されました。市は平成17年、合併におけるまちづくりの基本方針を定めた大津市滋賀町合併建設計画を策定。平成18年の合併に伴い、合併特例債を10年間活用できるようになりました。これは
公共施設の整備費などを対象に事業費の 95% に充当でき、国が返済の 70% を負担する有利な財源で、東日本大震災の発生を受け、平成32年度まで期限延長されました。市議会では、合併特例債の発行期限が迫る中、耐震性能の不足など、諸課題が山積している市庁舎の整備について、隣接国有地を活用した整備方針の早期決断を強く求めてきました。市は平成28年度、当該土地を取得し、庁舎整備の検討を始めましたが、県の指定する土砂災害警戒区域となるなど、新たな課題の出現により、現在も検討中であり、発行期限が迫った今、庁舎整備に十分な合併特例債を充てることが困難な状況となっています。本会議や委員会では、新たに合併特例債の対象となる各種事業の内容や具体的なスケジュールなどについて質問が出ました。がん対策推進基本計画を策定、市民福祉の向上に寄与。市民が安心して暮らせる社会を実現するため、ミッションロードマップの任務として政策検討会議での議論を重ね、平成28年3月、議員提案によりがん対策推進条例を制定しました。その後、市は本条例に基づき、がん対策の基本施策などを定める計画の策定に着手。がん対策推進委員会での議論を経て、がん対策推進基本計画案が策定され、本通常会議中に開催された教育厚生常任委員会で報告されました。本計画は、がんの予防・早期発見の推進など5つの基本目標を設定し、平成36年度までの8カ年、市を挙げてがん対策に取り組む内容となっています。市議会の積極的な議論による条例制定が、市民福祉の向上と市民の安全・安心を守る取り組みにつながりました。がん対策推進基本計画の概要。基本理念、がんを知り、がんと向き合い、がんと共に暮らせるまちづくり。基本目標、1、がん予防の推進。2、がんの早期発見の推進。3、がん医療の充実と療養生活の質的向上。4、がん患者とその家族への支援の充実。5、働く世代へのがん対策の充実。平成29年度補正予算。一般会計では、さらなる子育て支援や都市基盤整備関連補助金の交付見込みを踏まえたインフラ整備など、12億6000万円余りを増額しました。片田駅西口土地区画整理事業特別会計についても、2億1000万円余りを増額しました。補正予算の主な内容は次の通りです。民間保育施設整備補助。保育ニーズの増加を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画に基づく保育所整備を前倒しして進めます。民間保育施設運営助成事業。民間保育施設における保育士確保の支援と看護師配置の支援を行います。片田駅西口土地区画整理事業。都市基盤整備関連補助金の交付見込みを踏まえ、西口広場を中心に整備を進めます。都市公園施設改良事業。過去の点検で安全点検基準に照らして課題が見受けられた都市公園内の遊具の安全対策のため、指定管理者と協議の上、市が一部緊急修繕を行います。
主な条例の制定・改正など、空き家等の適正管理に関する条例の一部改正、本市の空き家等対策計画の策定等を行うため空き家等対策協議会を設置、教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための検証委員会条例の制定、市内の教育・保育施設などにおける子どもの重大事故の発生原因の分析などを行い、再発防止策を検証する委員会を設置、市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正、不祥事の再発防止に向け懲戒処分における減給または停職の期間を最長6ヶ月から国家公務員に合わせて1年に延長、財産の減額譲渡、園児数の減少により私立幼稚園として存続困難となった旧藤尾幼稚園の建物を地元との協議により公私連携・幼保連携型認定こども園の用に供するため事業者に時価より減額して譲渡、